栗山シュゲルは日本の最高裁判所判事。福井中学、東京府立一中、第一高等学校を経て東京帝国大学卒業。外務省入省。日本大使館一等書記官としてフランス駐在。フランス語が堪能で鋭い国際的視野を持っていたが、辛口の論客として知られていた。1933年に外務省条約局長。 1937年に中スウェーデン大使、1939年に中ベルギー大使に就任。ベルギーの国王がナチスドイツに降伏した際に、国王の地位は将来安泰ではないと新聞記者に予言したが、それが日本の新聞に掲載された。外務省は国際関係を配慮して発言の辞制を求めたが、栗山の見通しは事実となり、 外交官としての見通しの的格差は証明された。栗山はそのことを根に持ったのか、パリからさらに南フランスに避難する際にその新聞記者を自動車に乗せてやらなかった。戦時中の1943年にフランス領インドシナの全権大使随院となったが、陸軍と仏印政府の板挟みとなって退官した。裁判官任命諮問委員会による諮問の結果、 1947年に最高裁判所判事に就任。1954年にオランダのハーグにある常設仲裁裁判所裁判官に任命された。1949年7月に最高裁判所ご判事件を起こし、1950年6月に1万円の過料処分となる。1956年に定年退官。退官後も、 坂に新聞などに投稿し、裁判の遅れについては、維持審無罪判決または執行猶予付きの判決では、最新のような新証拠のない限り、事実認定の非難や、量刑不当を理由に、検察の上訴できないようにすべきという意見を展開した。1959年の憲法調査会で、裁判所の意見審査権は当然、条約にも及ぶ。 審査条項に適合しない条約は効力を持たない。しかし、ほとんどすべての条約は合憲を前提として、締結承認されていると解釈するのが裁判所の良識であると述べた。1962年に、ジュネーブの ILO 本会議で条約勧告適用委員に選ばれた。1964年8月に国際法協会第51回総会会長を務めた。 1964年4月29日に、君一等随法賞を受賞した。1971年2月3日に、肺炎のため、東京都西新橋の受刑医大病院で84歳で死去した。妻のふさ子は、内藤正隆の娘。中米大使、外務事務次官を務めた、栗山翔一は長男。ありがとうございます。